何が、いや今内藤さんからあの今までありがとうございます、ありがとうねっていう LINE 来たから分かりました、ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょっと今 2,3 人しかないから100人になったら報告してくれって、100人になったらパッと向けたらさ、なんか言ったからさ、あー少しはマジなんだなと思ったけど、だけどこのマジは俺にとったらただ冗談しか思ってなかった俺は。いや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 、別れました、別れました。別れたの？別れました。どうやって別れたの？何のためにチケットの？何のため？やるため？違いますってそれもうすぐそれ、まあそれでもいいです、何でもいいですけど、だってこの間まではさ、恋を持って付き合ったのは事実です。恋を、恋、あのそう、いや、そうでしょ、いやいや、そうだって、この間までコンコシが俺には、はい、あの私は付き合った男としかやらない、まあ、そうです、ね、でも内藤氏と付き合ってもいないのにまずやったと。やってないです、付き合う前にはやってないです。でお互いがこうなんだろう、これから分かり合っていこうと思ったのに、はい、ある種とは分かり合えないって言ったじゃんちょっと待って、ちょっと待って今のはちょっと理解に欠けますね。そうですか、ちょっと待って、要は俺が説明聞いてるのは、はい、だからもう高校氏が内藤さんと別れて以降、はい、元気ねえんだよ。そう、元気ない、ずっと元気ねえんだこいつ、うん、元気ない。お前手に取るように元気ねえんだよこの野郎まあまあじゃねえんだよ、まあ、そこで心配かけたのは申し訳ないと思ってます。まあ、確かにそうですね、うん、いやだから明らかにもうなんかさ、魂が抜けたようにもうチンポンカップになっちゃったから、だから俺は高校にはっきり言ったの、未練があってそのそういう気持ちになるんだったらちゃんと連絡取って話し合った方がいいって言ったでしょ。高校は連絡したけど、炊き出し後に会おうって言ったら、まあ、あんな野郎酔ってても話にならないって言ったでしょ。そうでしょ、酔ってる時に連絡取ってもあれなんで、うん、だからその今日に限らず明日にでもいつかはそんなあんまりお酒で朝起きた時はお酒飲んでないと思うから、その時に電話して起きたら LINE なり電話ちょうだいって言えばいいじゃん。その時に自分の素直な気持ちをぶつけた方がいいんじゃないの。そこは、うん、まあ、LINE では伝えました。朝起きて、うん、まあ、シラフの時にまた考えて、うん、やつ大丈夫、本当にシラフか、連絡起きた瞬間にグググググ、あ、こうこうで喋るから緊張する、グ、まあ、それはありえます、ね、あいつはそういうやつだからそれは何がこう、渋谷で会ったの、竹田氏との後に、うん、なんて言うの、誰かの内藤氏だったんや、はい、どうしたのじゃ、いやこれからコラボする緊張するから飲んでますだってグー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 飲んだよまあまあまあ、まあ、でもまあまあ、まあ、私もちょっと傷つきすぎたのはありましたけど。だからどこ傷ついたの？そうすると多分勢いで多分泣きながら広瀬さんに電話したんですよ。もう知ってんじゃん言ってねえそういうプライベートなことは普通そういうプライベートなことは言わないですけど、俺だけがペラペラ喋るんだ初めて電話しました、ね、うん、あ、でもそんな深刻なことだとも思ってなかったしね。あ、なんか外で寒いみたいな、軽く軽く、はい、だからもうはっきり言っても俺はもう未だにプレーの一環だと思ってるんで。違う違う、だってこの短い間だけでも間接的にでも別れる別れねっていう話何回も聞いてるしもっと言えばあの太った子置いてじゃないですか、あんな子とかも、まあ、コウコさんじゃないけどね、一緒だね、そう、もう今度こそ別れますって言って言いつつずっとやってる。俺も何十回聞いてる。でもまあでもそうです。でも今までは別れる別れないって話は佐々木さんにはしたことなかったです。でも俺はこの初めてだと思う。こういう高校もそうだけど、今言った女の子もそうだけど、なんか恋愛のレベルが低すぎるよね。レベルが低すぎる。うん、別れた。やっぱ付き合う。別れた。まあまあまあ。中学生で、ね。そうそう、もう、はい、もう小学生よ。いやでも今回こう佐々木さんに直接そういうことを言ったのは初めてだと思うんですけど。まあそうだね、今まではもうあの別にね、いや多分ダメだよ、そういう LINE が来た時にたまたまそばにいたの俺だったから、いや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 、もう俺見た時に顔が明らかにもう「ダチ佐々木さん別れちゃいました」なんでっていや内藤さんからだって「ありがとうございます、今までありがとうございました」っていう LINE 来たんだもん。あ、ちょっと待って今このライブ配信してるから、これが100人を超えたらじゃあ緊急発表しようって言ったら「はーい」なんて「100人超えたんすよいい」って言うとそうなったんでしょ。だからたまたま俺が目の前にいたから俺に言ったんだよ。いやそれはないです、それはないですよ。それで今までライトシーンのことで「別れました付き合いましたどうします?」って俺に相談したことねえもん。まあ、それはそうです、そうです、うん、そこは今日たまたま本心じゃなかった、今までは。そう、今本心、これはもう別れたから認めて受け入れてるんで、もう内藤氏が本心だと思ってるからでしょ。いや、
状況を受け入れてる、まだ強がる、いや今では受け入れてないし、そういうのは違うと思ってきたので、他の人を巻き込むのは良くないと思って言ってなかったです。さすがに昨日は広瀬さんに電話して、でも佐々木さんこうめちゃくちゃぐでんぐでん酔っ払ってる情報が入ってなければ佐々木さんに電話したかもしれないですし、まあでも昨日本当ショックだったな。寒い中ライブ配信もあるの、いや言いませんでした、言いません、言った小声陣沿いながら外で待ってたんです、ランニングの後で。それでなんかなんかちょっと知りがたいよね、あの強い候補が。そういうことしますよ。いやだから俺はそれも含めてプレーだと思ってます。あ、プレーね。あー、もう寒い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 やりながらだ。どうせ昨日何でもプレー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 ってさ、そんなこと言わない方がいいんですよ本当に。ほらほら、マント取られちゃうよ。本当は別にいいんですけど、なんかもう、あ、だって今日の内藤さんのライブも、はい、いや、あ、見たの？あのちょっと部分的には見ましたよ、なんかイジ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 してましたよ。そうでしょ。それでなんかコメントでなんか甲子氏の悪口を書いてる人間がいると、あの自分を大切にした女の人のなんかを悪く言わないでください。でもこれは俺も甲子から聞いたんだよ、はい、内藤氏はこのライブ配信は全部甲子に向けての配信なんだよ。高校が必ず見てくれると思ったの。今までそうだったんだって、はい、喧嘩しても、はい、ライバルにしましょう、はい、高校はそれ見て、はい、くだらないこと言うとそれに対してこう、コメントを入れるから、はい、そこで仲直りできたんだけど、はい、今日は意地になってたよ、はい、今日はもう私がね、はい、見に行ってなんかコメント入れるんだって待ってるから、はい、絶対入れない、はい、強気になっちゃって、はい、言っちゃうじゃん、意地張っちゃって、お前それ意地張ってんじゃなくて、はい、お前そうやってね、そういう気持ちになるんだったらきちんと会って話した方がいいんじゃない、もう泣きそうな声で。まあでもそれはまあ見ないでと言われ、見ないでっていうラインも。まあリスナーさんがね、リスナーでしょ。まあそう、あ、いや本人からも見ないでって、どっちからも来ました。だからそうやって見ないでって言ってイコール見てって意味だよ、だから。まあそういうのはまあそうだよ。だからわらもうちょっとでもディスるコメントあったら、あれ言って、こうこうにあ。なんだよ、お前らのレベルは小学生以下だよ、この恋愛のレベル。いや、うん、まあまあまあね、まあいいんじゃないですか、そんなもんじゃないですか最初。まあ男と女は恋に落ちるってそんなもんだから。そうっすよね。うん。だけど我々はこうもう恋に落ちてないから、うん、それ見てると、まあそうそう、はい、ガキがそうしちゃってんじゃねえよって感じなんだよね。いやいやいや。そうだから、まあ、その佐々木さんは普段聞いてるかもしれないですけど、俺だからその業務的なことだったらあれですけど、まあ全然俺深刻とも思ってないから。こう腰がその寒い中って言ったのも何なのっつって、はいはい、それは2人で決めてください。そう、はい、当たり前じゃないですか、はい、そんなもん、5秒で終わる。なんでそんなもん俺相手にもされなかったの。非常階段が、なんなら非常階段の思いで、いやそれは何でか分かる、5秒で終わり、何で終わる、はい、焼き口、あ、ひろちさんがだから俺の候補取られたって、お前らのイチャイチャ俺を巻き込むんじゃねえ。誰であれですね、別にイチャイチャに関して俺に対してもそうだもん。例えば俺が酔っ払って電話すると切るとのちゆくゆく面倒くせえと思ってるから、俺が酔っ払って電話すると、はいはいはい、あ、まだ酔ってるんですね、何やろ、あ、はいはい、わかりました、はい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 、うんね、はい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 、もう大丈夫ですか、何やろ、あ、はい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 、へえってドナルさん、ザキさんもちょっとあのあれじゃないですか。そうちょっとまたこうこう、ま、そう、ちょっとこう、いやほら俺どうなってんじゃないんだよね。あ、まあ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 、みんな勘違いしてるね、熱くなって、あ、もうこう自分の気持ちを伝えようと思っても伝わらないから、熱くなって、それです、それ私が内藤さんに勘違いされたの、それです。怒ってないし、ね、ギャーギャー言ったつもりなんです、ね、熱くなって、ねねねね、こう解決しようって、ね、一緒にしないでやめてくださいよ。でも似たようなもんですよ、似たようなもん。そうか、私も怒ってないし怒鳴ってもない。あ、まあでも気持ちが熱くなっちゃってるからね。そう、一生懸命だったのがギャーギャーギャー。でもね、俺は気づいたのは、熱くなればなるほどこいつは逆方向で勘違いするから。おー、昨日も俺は何だろう、なんか俺が殴りかかろうとしたの。はい、しましたよ。嘘だよ、嘘ですよ、車の中ね。やめてくださいよ。どうやってどうやって、嘘じゃねえっすよ。どうやって、どうやってって、普通にかっつって、まあ別に俺は普通に殴られた経験もあるもんで、だからそんな、お前殴られたな、お前殴られたな、それは別にそんなことがないから、まあ、男同士ですか、まあ、それはそれでっていう、別にそんな、まあでも俺は俺なりに、昨日は俺は自分の気持ちをぶつけたつもりで
これからの正当版のことを考えてぶつけたつもりでいるんだよ。まあまあ今日は内藤夫婦砲弾、おい話そらすんじゃねえよ。まあ佐々木さんはわーがいて、まあ、あの佐々木さんのいいところはわーわー言ってても電話時間は割と短いんですよ。だからそれはいいところです。そうっすか、はい、長い人間も嫌なんですよ。だから俺はそれで切るって、だから俺から切るって言うんですけど、それは切りますよっていう話なんですよ。でも三日間で取らなくなった時あるんです。俺はでも自分でわーって言うこと言ったらもう切っちゃうけどね。あ、じゃあ私も今後そうします、はい。